標からということで、矢崎さんどうですか。なんか期待と、不安と高揚感といっぱいな気持ちです。不安ですずっとやってたんでしょ、お稽古。俺だけなんだ、途中からなんか途中から俺が入ってきたもんだから、お稽古不足です。長い役者人生でこういったことは初めてですか。55年で初めてですね。こうしてお客様の前に立てるっていうことが、卒業してからこんなにすぐ来ると思ってなかったので、今はすごく楽しみです。でもあと25分後ぐらいにはめちゃくちゃ緊張してると思います。今はまだ楽しみです。初めての作品で、はい、千葉さんと共演というのはいかがですか。はい、最初お名前見た時にびっくりしてすぐ父に伝えました。私は何も絡んでないんだもんね。しました。ああ、AKB ってそういうものなんだって初めて思いました。はい、ありがとうございました。私が公開されているという時代の方が言われる舞台の今日の初日の前にそんなバカな質問しないでよ、緊張してるんだから、うん、もう芝居のことだけです今は、うん、それ以上考えさせないで一生懸命頑張ります。自分を惨めだと感じてる。だから寂しい時に寂しいと言えない。寂しさは私の生き方を変えてくれたの。やっぱり俺は裏切られたのか。どうですか、少しはなりましたか。人間は終わるだよ、終わるだよ。マッシュ、騙していたのか、騙していたのか。そこで待っててね、私が救ってあげるから。